皆さんこんにちは、ナチュロパスのさやです。私はオーストラリア国家資格である自然医療療法士ナチュロパスとして、世界中にお住まいの方々へオンラインの総合医療クリニックで日々ズームでのリモート診察を行っております。さて本日はですね、ちょっと改めて子宮や卵巣系疾患について、まとめていきたいなというふうに思っているんですね。というのも、とにかく世の中にはですね、こう子宮や卵巣に関する病気の名前というのがたくさんありますよね。例えばチョコレート農法、例えば子宮内膜症、PCOS、 それから、最近ね結構患者さんで増えてきたのが、子宮腺筋症と言われるやつなんですけれども、これらがですね、全部違った名前に聞こえるんですけれど、実はですね、これ何とかしたいと思った時、治し方ってほとんど一緒なんですよね。そして、私これ言ってるだけじゃなくって、日々クリニックでね皆さん改善できてますので、ぜひですね、今日聞かれている方で、こう子宮だったり卵巣系疾患でお悩みの方、参考になったらいいなというふうに思っています。今現在でも私の患者様たち、どんどんね、こういった疾患からもう改善されて、もう完全に脱出した方もいらっしゃいますし、どんどんいい傾向にね向かっていらっしゃる方たくさんいらっしゃいます、のでね、それも含めて、聞いていただけたらいいなというふうに思っております。早速なんですけれどね、この子宮系それから卵巣系疾患、本当にとにかくいろいろありますが、一度病院に行ってですね、なんとか病ですね、なんとか症ですね、子宮内膜症とかですね、ありますよねと言われたらですね、どうやら、病院でのパターンというのは2つしかないらしいんですね。どの患者様のお話を聞いていても、まずはエコーでそこのサイズを測ります。サイズが大きすぎる場合は、手術とか摘出ですね、下手すると、もう卵巣を取りましょう、子宮取りましょうといった感じで臓器を摘出する、もしくはその腫瘍部分を摘出するといった、手術のオプション、もしくは、手術がしたくない、もしくは、まだサイズがちっちゃいから、じゃあどうしたらいいかというと、ホルモン剤しかないよという感じで、この2択のみの、オプションしか与えられないというふうに、私のところにね来てくださる患者様ももう十中八九、いやもう 100%、そんな感じでおっしゃるんですね。でもね、やっぱり生まれてきたね体ですから、子宮だったり卵巣だったり、ただたれ切ったり取ったりするだけで本当に良くなるのかっていうところもありますし、そしてやっぱり手術って怖いですよね。なんで大体ね、私のところに来てくださる方っていうのはやっぱり手術以外に方法ないんですかということで、相談に来てくださいます。で、その答えから言うとですよ、手術も必要なく、そしてホルモンも必要なく治せますよということが、私の答えになってしまうんですけれども、さてどういうことかというのをここから、説明していきたいなというふうに思います。まずですよ、このいろんなね、子宮や卵巣系疾患、これはですねタイプが2つに分かれます。まず一つは、ホルモンのバランスの異常から起こるタイプの疾患、こちらはですね、いろいろさっき病名言いましたけれども、なんと、PCOS 一択、これに関してはもうほぼほぼ、ホルモンバランスの乱れが原因になります。これはこれでね、ホルモンバランスの乱れを別に手術せずに、別にホルモン剤使わずに治したらいったらいいんですけれども、先にちょっと今カテゴリー分けをしてますから、まずこの PCOS っていうのは、ホルモンの、バランスの乱れから来ていますよということはですよ、残りのもの全部、つまりチョコレート農法、子宮内膜症、それから子宮腺筋症といったこのような疾患、なんと全部同じカテゴリー、で実はこれは、免疫系疾患、もしくは炎症系疾患というふうに私は呼んでいるんですけれども、大概ねこのチョコレート農法をお持ちの方とか子宮内膜症、このあたりの方っていうのは、一つじゃないような方も多いと思うんですね。なんで子宮内膜症とチョコレート農法両方持ってますとかですね、チョコレート農法と子宮腺筋症両方持ってますというような方が多いかと思います。
なぜならこれ同じ病気、免疫系疾患もしくは炎症系疾患だからなんですね。だからやらないといけないことっていうのは、実はこの免疫系疾患の場合、実はホルモンバランスがどうちゃらこうちゃらじゃないんですよね。なんで、ホルモン剤処方されても、もしかすると飲んでいる間はなんとなく改善したような気分になるかもしれませんが、それをやめた瞬間戻ります。なんで一生ホルモン剤飲み続けるのという話になってきますよね。でやっぱりね、患者様のお話を聞いていて多いのが、ホルモン剤ってね、結構副作用が強いんですね。実際にその症状、いろんな症状に出てくる場合もありますし、それから私が普段言っている、とにかく肝臓にめちゃくちゃ負担がかかるんです。で肝臓に負担がかかってしまうと、もっともっとホルモンバランス崩れるんです。なぜなら肝臓っていうところが自然なホルモンバランスの代謝を司っているところ。それから肝臓というのは、脂肪分を分解するところですので、結構ですね、こう薬ホルモン剤を始めると太りやすいっていうのは、つまりはこの肝臓のね、働きが薬の分解の方に持ってかれて、脂肪分なかなか追いつかない、分解がね追いつかないよというところになってくるわけなんですね。でさらにさらに、肝臓というところは鉄分だったり、ビタミン D だったり、ビタミン B12 だったりというような栄養素を貯蓄しておく場所でもあります。だからやっぱりホルモン剤をずっと使ってしまうと肝臓が疲れてしまって、なかなかこのような栄養素たちを貯蓄することができづらくなってしまうんですね。結果いくら例えばサプリで入れても、例えば点滴をしても、全然全然追いつかないんです。なぜなら貯蓄ができないから、ただただ流れ出ている、そんな状況になるんですね。なんでね、やっぱり薬っていうのは副作用がありますので、絶対に使うなということではないですけれど、やはり薬の使用というのは時と場合に応じてしっかりと判断をしていく必要があるということになってきます。でこのような場合ですね、チョコレートの方、子宮内膜症、それから子宮腺筋症、このようなお悩みの方の場合、はっきり言ってホルモン剤使っていても治らないんです。なぜならそれが原因じゃないから。じゃあ何が原因なのかというと、これらの根本の大元の原因というのは免疫細胞、ここの異常から来ているわけなんですね。どういうことかというと、免疫細胞、これは実は腸内にもう7割も住んでいますから、やはり腸内の、有害物質、このあたりを気にしていかないことには、いわゆる元から根本からしっかりと治せれないというわけなんですよね。今日ね、私ある患者さんとお話をしていたんですけれども、この患者様ね、本当にチョコレートの方で苦しんでらっしゃるんですけれど、全然全然お腹の調子いいんですよ。ところがやっぱり私はこのカテゴリーの仕組みを分かっているので、ちょっと念のためお願いだから検便をしてくれ、もしかして有害物質があったらそれは対処しないといけないからということで、納得していただいて検便をしてくださったんですね。そうするとですよ、もう何十人も検便を私してきてますけれども、この彼女ワースト5ぐらいに入るぐらい結構腸内の環境ぐちゃぐちゃだったんですね。でもね、お話を聞く限りはですよ、1日1回か2回便出てます、それからお腹の張りとかもそういうのもない、ガスとかも出ないという感じで、全然ねお腹の症状一見良さそうに見えたんですけれども、やっぱりね、調べないとわからないってこういうことなんですよね。彼女の、チョコレート農法の原因、どうやらこの腸内の有害物質、特に LPS と言われる有害物質があるんですけれど、めちゃくちゃ、値が高かったんですね。それだけやっぱり腸内が荒れているから、ここから炎症してやがてそれがチョコレート農法へと、たどり着いてしまったというところになるんですね。なので、私ね、結構本当に最近お話いろんな方から伺うんですけれども、知っておいてほしいことは、とにかくこの
いろんな疾患、子宮系、卵巣系の疾患、いろいろありますけれども、PCOS 以外はホルモンバランスどうのこうの以前に、免疫系とかこの体が炎症していないかというね、そちらを見てほしいということです。それからまた、PCOS の方に関してなんですけれども、これじゃあどうしたらいいの、これはもうホルモン剤しかないのということになるんですけれども、実は全然そんなことないんですね。これもね、多分どこかの回でお話ししたので、ぜひあの関連動画、女性の健康というところを見てほしいんですけれども、 PCOS は PCOS でも、ただ単にね、これあの一種類の、こう確定された疾患ではなくて、 PCOS だけでも最低4種類の違ったタイプの PCOS というのがあるんですね。ですので、ただただ PCOS が見つかった、はい、ホルモン剤じゃなくって、やっぱりね、ちゃんと改善したいと思った時、そして再発を防ぎたいと思ったら、根本からしっかり治しましょうということなんですね。でも根本ってどこにあるのっていうのを知らないと、そもそも治し方わからないですよね。そう、 PCOS に関しては4つの、種類がありますよ。バババッとお伝えすると、1つ目は、血糖値と非常に関係していることがあります。ですので、ただただ糖尿とか糖尿じゃないとかではなく、インスリン不耐性なのか、だそう大丈夫なのかっていうね、このインスリンの代謝の健康を見ていく必要があります。これが1つ目。2つ目は、ピルを使っていた方がやめた後っていうのは結構 PCOS になりやすかったりするんですね。ですので、この場合はこうピルからのね、いろんな有害物質結構溜まってるんですよ、これまた肝臓に。このあたりをしっかりとお掃除して、新たな、健康なね、ホルモンバランスを作っていくことで、PCOS も良くなってきます。これが2つ目です。そして3つ目は、炎症系 PCOS と言われるんですけれども、お腹とかですね、頭痛とか関節痛、もしくは、肌の荒れとかですね、この辺を一緒にお持ちの方っていうのは大体炎症系 PCOS になります。この場合はですね、炎症がどこにあるのかというのをしっかりと根底から探していくことで、炎症を抑えると、PCOS もなんと自然に治ってくるというわけなんですね。で、4つ目です。最後です。最後はですね、これは、アドレナル系 PCOS、または副腎系 PCOS と呼ばれていて、大体ねこれ PCOS なってる方の 10% ぐらいの方は、実はこの副腎のバランスの乱れが原因っていうふうに言われていますよ。副腎ですから、例えばストレス、それから、他にもあるんですけど、実はこの副腎と、女性系のホルモンバランスってね、同じカテゴリーのステロイドホルモンという、ホルモンの種類になるので、副腎の、乱れが起こると、どうしてもこの女性系の、ホルモンバランスの乱れが起こるという、ここにつながってくるわけなんですね。なんで、この場合はこのストレス大丈夫とかですね、実際に、ホルモン検査なんかもできますので、これ自宅でできるんで、本当にね、簡単に、かつすごくもう最新のテクノロジーを使って、ホルモンバランス大丈夫ということが見れますので、副腎系 POCOS、 この方の場合はこう副腎のやはり修復ですね、そのあたりを測ることで PCOS の改善、そして、予防ができるという流れになってきます。さあ、いかがですか。こういう感じでね、同じ、婦人科系疾患でもいろいろ名前はあるもののですよ、実は PCOS 以外は全部ホルモンバランスがどうとかっていう問題じゃなかったんだよっていう話になるんですね。で、冒頭でもお伝えしましたけれども、本当にね、私のところに来てくださっているチョコレートの方の、それから、子宮内膜症、そして子宮腺筋症の患者様、私ね、ホルモンバランスに関する治療一切やってないんですよ。ですけれども、どんどん嚢胞がちっちゃくなってくる、もしくは、亡くなった、そしてもう明らかにね、こう生理痛だったりとか血の出方も全然違うんですよね。明らかに体変われるんですよね。
なんで本当にね、これを聞いてくださっている方とか、もしくはお友達でね、すごく悩んでいる方、手術かホルモン剤しかないですよみたいに言われている方、そんなことないんだよというメッセージが一人でも多くの方に伝わったら嬉しいなというふうに思います。私との診療は1対1の、Zoom でのオンライン診療を受けたまわっております。まずはね、こう私の場合でも大丈夫という感じで問い合わせたいよという方は、Instagram の DM の方で受け付けております。私本人ナチュロパスサヤが、一人一人返信させていただいておりますので、ぜひぜひお気軽に、質問なりご相談なりいただければと思います。というわけで本日はここまでとなります。最後までお聞きくださりありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。ナチュロパスのおさえでした。